見えたかとかさ、バカだろこいつら。大丈夫です。ゴミなんだからこいつら。感染症。あ、これが向けて、向けて、あの、置いたの。ここで画面で見りゃ、そんなことできねえから。見えないんだから。てめえ逃げんなや。え、でも佐野さんこっから見てそのコメント読めんじゃねえ。いや見えるよ。結構見えてんじゃん。俺見えへんもん。いや見えへんお前。ああそう。いや猫さんとこ座ったら見えるかも。あ、なるほどね。うん。ここちょっと。だけどこっちはほら映んねえから。ああ。逃げた逃げたとか言うから、別に逃げたっていいんだけど。で、だから、お酒が欲しい人は、青白に、あれが飲みたいとか言って。いや、お酒わかんから、ソフトドリンクで。何でも、はい。ソフトがあれば何でも。ソフトはねえよ。ソフトない。まあ、水でもいいですよ。よく言うよ。遊びに来ただけじゃねえか、それ。いや俺は悪いんだけど、俺は飲ませてもらえよ、俺は。佐野さん飲んでください。俺は行き来のおごりで、これ一杯1000円で飲もうから。いやいやいや、お金取らない、お金取らない。お金取らずにね。佐野さん、開き直ってるけど、それ危ないんで。危ない。それはダメですよ。お前、だいぶ優しくなったな。いやいやいや、それは別に僕は言ってるんで、もらえる人はもらってもいいです。じゃあいいんだよ、俺とはあの幼稚園みたいなもんだから。まあソフトできます、ソフトで。ああ、なんかお茶でもあるんですよ。お茶はあるんですか。あるよ。あ、じゃあお茶でいいじゃないですか。いや、お茶あれだよ。おい猫つぶれ。ほらもう分かってんだよ。こいつ分かってんだよ。え、これでついてもいい。だからそっちじゃんだ。それでここにあるのは分かってんだから。いいじゃん。で、この下にこういうあるのも分かってんだろ、これ。ほら。ああ、いいやん、もう。もうちゃんとやれよ、もう。みんなで一杯ずつで、5000円でもいいですか。いや、金はいらねえ。だから営業じゃねえから。いや、5000円はこれ営業中。ソフトドリンクは営業中やから大丈夫。違うよ、そういうことで俺言って。てめえはや、ぶっ飛ばそうか、お前。お前、こっち映してんだろ。いや、こっちです。それは、でも、俺はっきり言うけど、きっちゃんめっちゃ発狂してたからな。そうなんや。なあ。さっきあれっすよ、あれくれましたよ。あれくれってなの？イベント大臣。え？イベント大臣くれましたよ。いや、もう、かっちり怒ってたから。くれましたよ。誰か？いらっしゃい。いらっしゃいじゃねえよ、店はやってねえけど、ただだよ。ただ見せくんじゃないよ、いいよ、入って。じゃあ、おまわりじゃねえかよ。財布の中に行きます。財布の中に。またかよ。もう面倒くせえ。お前ら遊んでんだろ。財布はそういうの隠せえんだよ。何？何？そういうの隠せえんだよ。ですね、覚醒剤は売ってませんので、家にしか売ってない。炙ってます。お前は炙ってます。財布の中に覚醒剤入れてます。じゃあ、お疲れ様です。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 そうそう、これは何これ。いや、じゃあなんじゃこりゃって警察に来てね、なんじゃこりゃってツッコミを入れてしまった。つけそらない。これ10年後追いつかへんねん。マジで赤やったほんと。赤ちゃんのこれに行ってた。電波クソ悪いねん。マジでないでしょ。何だったら悪口言えばそんなできんだろ。絶対できんだろ。金払って言われるんだよ。金払ってすぐ。いやいや、それは俺がおめえがそれを金払ってよ。
やっていたんだろうって言われてたらごめん。いや、ほんまに。あんなよ、あいつ。えぐ？それはえぐいよ。いやいや、ちゃんとそれは払うけど。そんなの叩かないのそんな叩かないのそれはあかんありえんありえんっていうおでんちょっとおでんおでんおでんいいよやっちゃいなよやっちゃいなよいや、こっちゃましないけどそんな久しぶりに一緒におめえの店来ないのああいうのもうあ来ましたよこの前そういいですよ写真うわめっちゃいい写真いやありがとうございます悪いやつだないやすげえ久しぶりに何急にしたらいいのねっ加賀君暑いっしょこの店ここは確かに暑いめっちゃ暑いっしょ、うん、あでもこれがでかいのこれがでかいねいやいやあのちょうど空いてないだから加賀の店は、はい、むしろ、はい、あの温度が低いのよ。確かにね。別に寒いところ。猫さん、平天うまい。いや、何言ってんの？これ、腐ってるかもしれない。いや、それ、腐らずにいいや。いや、俺、腐らない。腐らない、腐らない。あ、そうか。でも3日空けてるもん。いや、大丈夫。マジで？うん。だから、食べよう、食べよう。食べよう、いや、3日空けたら怖いで。いけるって。あ、これ作ってるからやめたほうがいい。マジで？俺だったら絶対食わない。猫たん、そう使って。いけるやん。ええ感じの色。いけるやん。絶対いける。色の問題じゃねえんだよ。それ腐ってんだよ。俺今日捨てようと思ってるんだ。いける。食べてへんもん。いや、ほんまにいける。全然いける。ほんとだよ、マジで。ああ、腹壊しても知らないよ。まあ、それは本人が勝手に食べるもんやもんね。うん。俺はもうそれ、売り物じゃないから。強いやん。捨てたものを食っただけやから大丈夫。え、お前それ食えんだ。でもバカじゃねえのお前。でも佐野さんちょっと俺はそれはもう絶対ダメだから。なんで回ってくんだよ。でも佐野さんが俺ら来た時にそこそっとおでんの温度を上げたっていうかあのガス熱きますよね。俺下げたの。いや下げたやこれ。いやいやもう。いやまあ。俺は食わないよ。いけるよ。いけるって。食べないと。まあでもね、3日では腐らないです。簡単には3日では腐らない。いやだけど、俺はもうダメだねと思った。俺はダメ。俺ね、早いんだよ。俺ね、鼻口は早いの。じゃあちょっと放送してる猫さんから一回じゃあ。だってもう、すいてるもん。あ、酸っぱかった匂いが。うん、俺はもうそれはついてるなって思ったから。こんなもん普通に拾って食えるんだったらお前バカだろ。次はあれやな。トミックネット。いや、腹は壊さないよ。ここだったらまだギリなんだけど、俺だったら口には入れないな。まあ金にはできないっていう。うん。売り物じゃない。でもさ、うんじゃちょっとわかんないで、うんつけて、どういうことでしょ。おいしい。酸っぱい、酸っぱい。酸っぱくはない。ああ、俺だよ。じゃあもうこいつは絶対に味がわかんねえ女だよ。俺だったら絶対こういう女が。猫だ、うまいって言ってもまずいって言ってもディスられるんだよ。オーケー。いや、カガーだったらわかると思う。ああ、じゃあ俺ほんの、いただいていいあの本当大根ほんの少しだけ食ってみればわかる。あ、なるほど、これダメだよ。いや俺ダメだと思う。でも温度上がったら、いやいや、また今言ったら卵いけ。卵いけへんの。ゆっくりいいよ。玉は大丈夫な。玉は大丈夫。卵。卵は大丈夫。これね、これね、あのオッケーなわけがないんだよ。いただきます。あ、なるほどねって感じ。だしはね、でもカツ昆布で結構美味しい。やっぱりじゃあ腹は壊さねえよ。全然いける。なんでいけるって言うんだよ。ほんまにいけるよ。卵。
じゃ食えよ、もう全部食ってけよ、ただでよ。もういいよ、もういいよ、お前全員に配れ。お前は配れ、もう。俺は玉でも、卵さんは だから、白滝とか、卵あもうその辺の練り物は全部大丈夫だから、もう。俺はね、あのね、大根がアウトだったらアウトなんだよ。そうそう、大根いけたら卵いけるから。いや卵は割ったら、いやでもいけるよ。あたっていい人もどっちかってゆきさんの方当たっていい。あんた別にいいで、お腹痛い。いや卵は絶対当たんない。卵は絶対当たんない。大根はいいから卵いけや。卵はね、卵ええで。卵お前らはさ、ほんとほんとかよ。そんなに言って卵食わへんから、食ってみろ。ガブれよ、ガブれよ。ピッチャービビってる。ウェーウェーウェー。ユキキもビビってる。ちなみにこれはおでんを何焼いてるんですか。何？4日。それは俺は熱入れて4日から。熱入れて4日開けて、2番開けたら入れないよね。4日。だからうまいに決まってんだろ、味は入ってんだよ。だから美味しいに決まってんじゃねえかって。どういうことや。大根だけやろ。違うの、香川。大根だけはやっぱり筋が入ってるし、間入るからちょっと怖いの。卵はね、玉はいいんだよ。玉はいいっすよ、ね、うん。よく食ってみ。あの都合がいいかにしろって言えて。お前ら喧嘩すんじゃねえよ。バカだよ。青かね、ほんまに。青かどんだけでかい。知らねえよ、ほんとに。だからお前ら、なんだ食えよ、もう。もうめんどくせえな。ねえ、この人たちバカでしょ。君とかでいいけどさ。え？君とかだっすよ。じゃあもう一個取れんじゃねえかよ、せいだ。ただ、あの、絶対に君はダメだから。君はダメだから。なんでなんだろう。いや、これはもう生命の限界を感じてるから、もう、絶対に。マジで？いや、いや、そう、分からへんけど、そっから食べてたから。めっちゃ美味しい。ほんまほんま、ほんまやろ、ほんまに。だから、卵を食って、いや、まずいっていうか、これアウティって言うんだったら、うわ、お前、しゃあねえなって思うけど。卵1個だけ食べてもらう。誰が？佐野さんが。いや、どこも。いや、あ、いや、いけるかどうかだけ、そう、佐野さんの下でいけるかどうか。別に佐野さんがいけるなら俺も食うわ。なんか佐野さん的にもやめとこうって言えたらやめとこう。一番最初さ、下で、一応下で。そうだってそれさ、食うところをさ、放送に映さないとならないけど、映ったらまんじゃねえかよ。あ、ほら、あっちはいけるやん。あっち行けるやん。お前らやめろよ。あっちじゃねえんだよ。なんだよ。すいません、僕の高級なパソコンでは無理です。やばい。え、ちょっと待って、つばぎが売れるぞって。俺いつももらったけど。えぐ。僕の高級な最高級パソコンで見せることは無理です。俺も6000発もらうからね。ああ、これでもいいだろう、これ。お前でもこれはひどい。変わってる。これはひどい。デルパソンだってんじゃん。デルパソン。君を解けんのがやばいね。君を解けんの。ああ。ねえ、佐野さん、これあダメですよね。君を解けんのダメですよね。何？これ君溶けてるんですよ、香川。バカですよね、これ。うるせえな、ほんとよ。うるせえねえ。映ってないから、それ。映ってないから。いけるでしょ。映せる、映せる。いける、全然いけるでしょ。で、明日大丈夫ですか？店開けれます？美味しいですね。うまい。佐野さん、この店は二度とカメラの周りで来られてください。絶対カメラを誰か構えてる時だけその無駄になるよ、これ絶対。誰も見えてない。佐野さん、じゃあ記録が残らへんから。本番いきますか。本番の卵。やめ、おかしいね、お前らよ、卵何個取ってんだよ。てめえよ、何個卵取ってんだよ。まだある。おい、たくさんある。投げんなよ。
あの何年かで、ね、ただ、はいはい、今日お前会計よ、はい、俺いらねえって言ったけど、取らねえとダメだな、こいつら。もちろん言ってた金額はもちろん。もちろん払います。何がちゃんと払うよだよ。それもちろん。どの店めっちゃくちゃにしやがってよ。これおでんの残し方どうなんですか。これ残し方分かったよ。これ産後なんかおでんの切り端。佐野さん、ごめん。これやばい。これはやばかった。うん、これやばい。まあまあ、ファンタスティックでます。ポアさん。いや、やばいもん。えぐ。マジで。でもポアさんはもう一回もらってもいい。こんにゃくのやってる。こんにゃくと白玉は俺は大好きなの。全然。あのね、お前らさ。おでんでさ、一番好きなネタって何？僕は厚揚げです。こんにゃく。ああ、もう。厚揚げ。俺はね、白滝。うわ、すげえ。白滝もどうぞ、ありがとうございます。やばない。佐野さんでも、この人は僕は、まあ、関東はね、だから俺は食わない。関西はね、厚揚げを。もう繋がったんで。ああ、そう。うん。厚揚げが真っ黒な食べたい方がみんなに。ああ、なるほどね。関東行ったらちくわぶとか、はんぺんあるじゃない。うん、こっちはゴムペリとは。俺一応悪いと思うのは味の猫だよと思う。ていうか、俺、だからさ、あんたらなんで喧嘩してんの？意味がわかんねえから。ねえ、これバカなんじゃないの？あんたら。あなた方見てないの？無料で飲んでる。見てない。おう卵食べる。食べる。だからうち今日商売やってねえんだから俺も食べちゃう。卵大丈夫。卵大丈夫。卵は全然大丈夫。君卵刺して食えよ。食べめっちゃ食べてる。君刺して食えやいい。卵、ちくわ、ごぼう天大丈夫。じゃあ猫さん食べてどうだよ。いやもうそれ保健所に提出するか。もう俺ねもうねもうねいいよ別になんかっていいけど。美味しい美味しい。佐野さんでも。でもなんか佐野さんって俺すごい久しぶりに来た。嬉しい。あとは佐野さんでしたけどよかった。いや結構結構ぐらいですね。もう本当。危ないよ。意外しろよ本当よ。これ酒井一門ってこれ酒井一門って いやね結果俺ですね。こうやって佐野さんと香川が長く喋ってまあまあでもあれだお前だけは恥かれたよ。いやいや、ね、お前だけがおいちょっと待てよ。俺ね香川ね今日言ったけど、はい、じいちゃんが、はい、香川と、はい、キイチと俺が話はするけど、まあどうなるかわかんねえけどっていう話をしたの。ああ、なるほど。最初にね。うん。だけど、香川は普通に俺のこと入れてくれて、はい、ああ、ありがとう。はい、んで、ゆきちは、アウトだったわけじゃん。もうこれだよ。そうですね。まあ、そうですね。だから、はい、そこはもう俺はもう無理って言われたから。はい、ああ、今電話かかってきて。はい、ああ、怒られんじゃないの？いや、怒られましょう。それは怒られましょう。そこは。でも謝るのいい。でも今、お前とか自分は多分そんなことないじゃん。いや。謝るのはいいじゃん。うん。俺は謝らないよ。いやいや、いいですよ。いや、もうできん回で。うん、さん。15歳あります。いや、じゃまたカットになるかもしれない。いや、だって、ここの店は、キイちゃんの店だからね。キイちゃんの店で。うん。なるほど、なるほど。今橋に乗ってもたんすね。そういうことです、皆さん。はい、うん、ここはキイちゃんの店だから、ゆきちがなんか寝言みたいなこと言ったら、キイチ君ができるさできんやし、そう、だから今電話するからお前今で電話で喋れよ。いや、僕どうなんですかって。みんなずっと仲良くね、僕はそれが一番嬉しいですって今コメントしてくれてますよ、キイチ君。ダメ、全部ダメ、全ダメ。全ダメに決まってんだろうね。それはそれさ、個人的な感情ですか。そういうこと。噂の宣言。今日だけね。じゃあ、出禁は解除か解除じゃないかって言ったら、一回解除したけど外す。
会場からの出来。はい、そう、そういうことです。ね、キイチ君の知りたいことですよね、キイクは値段知りたいですよね。何を？時価を。あ、何が？ああ、声、声の？だってこんなのだいたい500円ぐらいで俺やってるよ。伝票にも。500円。この前ちょっと計算してくれる？500円、800円、500円、500、まあどっちもいいけど。500円。ほら、ほら、これ5000円。そう、言ってんじゃねえよ、俺。刺すぞ、刺すぞ、刺すぞ、刺すぞ。これぐらいはいいですよね。そんなのは勝手にただ無料、無料、絶対無料ちゃうやろこれ、無料、無料、だからかがそこで言ってっからダメやね、無料なんだ。いやいや、そ俺らと無料のシーンから、無料。あいつどこ行ったろ、バカじゃないの。電話せなあ、あれ、キイちゃんから電話だぜ。いやいや、違う。もうキイちゃんから電話だ。でも、いや、サラさん、ほんまに、もうすぐあれ近い。あれって、あれがどれなのか。あれの、頂点が。俺は、青白の猫の、あの、ケツの穴が近いんで。でも、落ちな。そう、なんか猫たんのお尻触っときながら、うん、なんかまだ LINE 教えなかったっていう話聞いて、そうだから教えてって言われても、だって俺だって個人的に話するつもりもねえもん。ケツ触っても、うん、触りたかったのに。ケツ触って、だって前から俺連絡取ってねえもん。うん、やらせてくれへんから。まあ香川はあれだよ、2軒、今2軒持ちやろ、はい、頑張ってんなーみたいな。うん、いいんじゃないの。俺はいいと思うよ。まあ俺はそんな気は全くない人、おじさんだから。え、おいしい、どれがおいしい。卵一番大根食って、大根知らねえよ、もう何でも食ってるよ、もうタラコ足も知らねえからよ。とりあえず僕はあのサボさんでいっぱいと僕のやつで一回して、あ、ダメだ、一貫ゼニアいらねえから。いやいや、ほんまに行くからやめろ、ほんとよ。ダメだよ、ほんまに、うん、あのサボさんのやつ